この先カーブがあります。その先右からの合流があります。この先カーブがあります。急カーブで事故が多発しています。速度に注意して走行してください。この先カーブが連続します。首都高の情報です。午後9時ごろ4号新宿線下り永福から幡ヶ谷付近まで工事が行われています。この工事のため1車線も規制しています。この工事の影響で1キロほど渋滞しています。中央道大月インターまで75分ほど、圏央道
鶴ヶ島ジャンクションまで80分ほどかかります。この先、左からの合流があります。この先、右からの合流があります。この先、工事により規制中です。注意して走行してください。